シュワ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 。あ、泡が出てきた。すごい。おいしい。みなさん、こんにちは。こんにちは。キラキラ星から来たトゥインクル星見とキラリだよ。ラムネっておいしいよね。口の中に入れるとひんやりしたりシュワシュワしたりするよね。なんでかな。なんでだろう。ひんやりシュワシュワのラムネを作ってシュワシュワの正体確かめてみようか。うん。トゥインクッキングショータイム。シュワ。よし、じゃあラムネのひんやりしたりシュワシュワしたりする秘密を確かめてみよう。イエッサー。重曹とクエン酸とお水を用意するよ。重曹は別名炭酸水素ナトリウムとも言うよ。炭酸水素ナトリウム？重曹は主にお菓子を膨らませてくれる膨張剤として使われていたり、野菜のアク抜きのために使われていたり、あと汚れも落としてくれるからお掃除にも大活躍の魔法の粉だよ。魔法のパウダーだね。じゃん。クエン酸はレモンやみかんなどに含まれる柑橘類や梅干しなどに含まれる酸っぱい成分の仲間だよ。酸っぱい酸っぱいクエン酸。まず手に重曹とクエン酸を小さじ2分の1ずつ乗せてみるよ。手のひらに。そしたら手のひらの上で混ぜ合わせてみるよ。ふむふむ。じゃあこの混ぜ合わせた粉の温度は何度かな。何度かな。測ってみて。うん、よし、ここにお水小さじ2分の1を入れたらどうなると思う？どうなるかな？みんなも考えてみてね。熱くなる？溶けるかな？冷たくなる？固まっちゃうかな？お水が消える？じゅわっとするかな？膨らむ？爆発するかな？爆発する？どうだろう？じゃあ確かめてみるよ。やってみよう。ドキ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 、いくよ。どうなるかな？うわ、泡が出てきた。すごい。うわわわわ、ひんやりシュワシュワしてるよ。うわ、お、すごい。温度はどんどん下がってるよ。 13.6 度。すごい、下がりました。トゥインクルさんの手すごいひんやりしているよ。ひんやりしてる。すごい。みんなもお家でやってみてね。重曹をクエン酸などの強い酸、酸っぱい成分と一緒に水に溶かすと二酸化炭素の泡が発生するんだ。二酸化炭素の泡？二酸化炭素の泡。この化学変化は周りから熱を奪う吸熱反応を起こしながら進むので、手のひらはひんやりと感じるんだよ。吸熱反応？うん。シュワシュワの正体は二酸化炭素。シュワ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 。よし、ひんやりシュワシュワラムネ作っちゃうよ。わーい。まずボウルに粉砂糖 50g を入れるよ。粉砂糖。そしたらコーンスターチ 10g を入れるよ。コーンスターチ。トウモロコシからできている粉だよ。クエン酸小さじ4分の1入れるよ。クエン酸小さじ4分の1は小さじ1を4つに分けた1個分だよ。じゃあ今トゥインクルさんは小さじ2分の1のスプーンを持っているから、その半分が小さじ4分の1だね。小さじ1/4。あとは重曹小さじ2分の1入れるよ。重曹魔法のパウダー。よし、そしたら指先で全体をぐるぐる混ぜ合わせていくよ。こんな気持ちいいね。くるくるくる。よし、そしたらここにお水を小さじ1杯入れて混ぜ合わせてラムネを作っていくよ。じゃじゃーん。トゥインクルさんは今日カラフルなラムネにしたかったから、かき氷のシロップを用意してみたよ。かき氷のシロップ。うん、食紅でも OK だよ。この粉を半分に分けて2色のラムネ作ってみようかな。よし、ぴったり半分に分けてみよう。じゃ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 じ
ゼロに合わせてこの粉何グラムあるかな。お、66グラムあるよ。66グラムを半分にすると、実は3と3に分かれるね。うん、33だ。じゃあ33グラム入れてみるよ。よいしょ。はい、ぴったり33グラム。キラキラリン。粉を分けれたよ。そしたらここに小さじ2分の1のシロップを入れるよ。シロップ入るよ。そしたら指先でシロップをなじませてこねていくよ。たくさん混ぜていると水分がなくなってサラサラの粉になってくるよ。よし、キラリも楽しいね。こね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 、わわわわ、サラサラしてきたよ。粉の硬さはね、手でギュッと握ると軽くまとまるくらいで OK だよ。水分が多くてベトッとしていると型抜きしづらいんだ。はい、サラサラの青い粉出来上がり。よし、緑色も緑、赤色も作っちゃうよ。混ぜ混ぜ、シンプルに白いラムネさんもいいね。混ぜ混ぜ。ねえ、楽しいね。いろんな色があっても楽しいね。よい、そしたらラムネの形を作っていくよ。今日トゥインクルさんは小さじ2分の1のスプーンにラムネ生地を詰めて形を作っていくよ。スプーンですくって指でギュギュって押していっぱいにしていくよ。ギュギュッ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 。お、いっぱい詰めれるよ。ギュギュッギュギュッギュギュッ。いっぱい詰まったよ。そしたら肩から抜けるかな。いい感じ。じゃん、かわいい。ほんとかわいいね。いっぱい作るよ。ギュッギュッギュッ。楽しい。じゃあ赤いのもいってみようかな。緑のラムネもポンポンポン。見て見て、3色揃ったよ。かわいい。同じぐらいのサイズのスプーンでこんな感じでギュギュッと押し固めてみたら、じゃん、まん丸のラムネもできちゃうよ。あとはクッキーの型にラムネの生地をギュギュッと押し固めてもかわいい形が作れるよ。いろんな色混ぜてみたいね。あ、いいね。カラフルにマーブルもよ。よし、キラリ、レインボーラムネに挑戦してみようか。全部の色をちょっとずつ混ぜて、絶対かわいいね。ポン、かわいい。レインボーラムネ、かわいい。とってもかわいいね。キラリ、シュワシュワ。パンパン。はい、ラムネできたよ。わー、できたよ。とってもかわいい。じゃあ早速食べてみようか。うんうん。せーの、いただきます。せーの。うん、うわ、ひんやりひんやり、シュワシュワ。うん、シュワシュワしているよ、うん、そう、実験してみた通りだね。自分で作る手作りラムネ、おいしい。ラムネ作りとっても楽しかったね。うん、ラムネを口の中に入れると口の中の唾液の水分に溶けて化学変化が起きたね。口の中に入れた時の泡泡の正体は二酸化炭素。そう、二酸化炭素、よく覚えてたね。口の中でひんやりと感じるのは周りから熱を奪って吸熱反応という反応が起こるからなんだよね。ひんやりしたね。キラキラ魔法学校の自由研究にしちゃおうかな。うん、とっても可愛いし、学ぶこといっぱいあって楽しいもんね。あとこのラムネとっても可愛いからプレゼントしても喜んでもらえそうだね。ラムネ作るのとっても楽しかったよ。うん、ラムネ作りとっても楽しかったね。みんなの頑張りと食材さんたちのパワーでまた笑顔のかけらがたまったよ。みんなの元気の栄養になるね。みんなも今日ご紹介したひんやりシュワシュワラムネ、ぜひ作ってみてね。みんなも作ってみてね。次はどんなお料理作ろうか。
みんなの作ってみたいお料理もツインクルさんに教えてね。待ってるよ。バイバーイ。バイバーイ。キラキラミン。ティン。じゃあ最後に僕とあっち向いてホイだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてホイ。上だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何かな？じゃあまたね。キラキラリン。